麻雀スタジオ、上級宅を売ってます。まあ、人がこうエントリー数が増えない場合は1回中断してもう1回やると集まるみたいな、なんとなくこう経験則で特徴が分かってきますね。これは単純にトンポンしてトンドラドラザンクくらいでもいいと思います。ただトンポンする前にある程度ここを揃えたいですね。今全く形になってないんで、ニナキでもどうしようかな。なんか統一になってきました。ポンしてローピンを2枚使いたいんでチーピンキューピン外して、ちょっとジャントを前提ですね、ローピン出ないことを見てて、あんまりこういう泣き好きじゃないんですよ。泣いたけどまだリャンシャン点みたいな。ちょっとこれトイトイになっちゃったな。全く思った方向に進んでない。せめて泣いたら人泣き天敗ぐらいの時しか泣くっていう選択肢があんまり普段ないんで、ちょっと自分の打ち方じゃないですね、こういうの。なんか、やっちゃったんで、もうその進むしかないんですけど、でもダブトントイトイドラドラ点数の高さはそこそこありますね。ここまで泣いた以上はもう突っ張るしかないです。 G1 持ってきても民間しないです。切ります。あ、これは親うまいな。赤ウーマチなのかな。ウーマンタンキー、こういう上がりを見ちゃうとやっぱり、あ、泣いて進めるより今みたいに、今の親の人みたいに面前でじっくり構えてロンピンフのみとか、そっちの方がかっこよく見えちゃうんですよね。なので私はやや面前派とか、泣かないように泣かないようにみたいなことを言うのはその感じですね。なんかポンチーポンチーって泣いてマンガンって上がるのがかっこいいに、かっこよく見えないんですよね。じっくり構えて玉でもリーチでも面前で攻めてロンと、点数の高さはまあ2の次と、そっちにウェイトがあるんで、今のはちょっと私がみっともなくて、この右の人がおおかっこいいみたいで、右は本一ですね。染めて純本一どうしようかな。トン潰しておきます。どっちの本位かなって感じですね。まだちょっとマンズ私も切って、ソーズピンズ切ってチーとかされるの嫌なんで、マンズ引いてきてもいらない形にしときます。
左はちゃんたですけど安そうですね。そんな警戒する必要ないですね。ちゃんたドラ1、じゅんちゃんドラ1でも残酷か。これはちょっと個人的に天敗取らないで納品引いてきてリーチみたいな。ああ一通だとちょっと話違いますね。まあいいでしょう。あららら、らやっぱり天敗取らずで C ピンに、まあローピンじゃなくてパーピン積もってきましたけど、せめて一通にならなければ、こんなクソ手張っても意味ないんでって言って、多分チーピンにパーピンくっついて6球ピンでリーチとやってたんですが、ちょっと私の手作りって一通なかなかできないんで、珍しく多い一通できたと思って、まあ調子乗ってリーチかけましたね。ファーストを急走落としていくのかなって感じですね。右はトーンをポン、まあマンズの本一にも見えますけど、まだチュンチャンパイ切れてきてないんで、まだ本一かは分かんないですね。ただ一応トン本一だ、トンのみっていうのはちょっとしょぼいんで、まあ、マンズの本一ぐらいつけてくるだろうと。なのでマンズを抑えてあげたいですね。さすがにサブ6球ピンになるとちょっとマンズ切りますね。でマンズから重ねてサブ6球ピンでリーチできれば右から直撃が狙います。なかなか厳しい。跳ねマン直ってことは安いたがっても意味ない一局になっちゃったんで、ちょっと打ち方が雑になるかもしれないですね。かっこいいピン譜のみの上がりなんていうのは必要ないんで、安くても万願ぐらい上がらないと曲を進める意味がなくなるんで、もうトップの人は E1 ポンってことは手の中に自敗発とかチューンがあるなと。これはマンズの本一じゃなくてただの白のみですね。上は点数必要ないんで、もう場を流すだけで OK なんで、偶然マンズが溢れてる、たまたま手の中に多くて本一になってるっていう可能性ありますけど、普通に考えてマンズの染め手ではないです。捨て牌だけで読むと
まあ、吐くドライ、あ、急走ジャントとかの可能性はあるか。先点。で、2万7000点差ぐらいなんで、まあ、まあ親なんで連チャン狙いますぐらいしかちょっと言えないですね。もう上の人が1000点で、ハクでもポンして、なんか自敗でもポンして1000点で流してくるんで、ちゃんと3色はいらないんだよな。まあでも一応リャンツ落とすか。3万が、あ、これで一応ちゃんと3色の目も見えてきて、ただどうしようかな。まあ、純ちゃん3色ドライ1インパチ、まあ大きく狙ってみよう。まあ、これはちょっと正直痛いですね。レンチャン狙いの上がりもしたいんで、で一応イーシャンテンドラのパッソとか引いたら、まあこっち落としていこうと。ジュンチャン3色ドラ1泣いてもおやまんなんで、ジュンチャン3色イーペイドラドラ24000、これを上からと直れば、いやーちょっとごめんなさい、天敗の誘惑に勝てなかったです。あのドラ表示牌がチーソーで、自分もチーソー1枚持っていて、残り2枚のチーソーをちょっと見逃すとラス1になっちゃうんで、ちょっとこのチーソーが、あのさっきチーしないと残り1枚のチーソーを自分が持ってくるっていうのはきついんで泣きました。いや、面前でかっこよく、おやばいとか、ちょっと夢を見ていたんですが、おなてんっぽくないですか。あ、違うか。スッチーピン、ちょっと乾杯ですね。右の人が、こう、場を制した一曲でした。あ、上がトップか。まあ裏ドラ狙いのリーチって感じですね、これは。裏1枚乗れば逆転と。直撃か裏と。なんか5段で定着しちゃってますね。こんな感じの一曲ではありました。どうもありがとうございました。